皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日は流山のこの土手の近くでですね、オレンジ色の花を見つけたので、これを撮ろうと思って、トキナーの SZ300 Pro ですね、正しくはもっと長い名前がついています、 SZ300mm Pro Reflex F7.1MFCF、 長いってなかなか覚えづらい名前なんですが、このサイズで 300mm APS-C フォーマット、ソニー ZV-E10 にぴったりなレンズということなんですが、これですね、マクロレンズ並みよりかはちょっと大きくならないのかな、1対 2.5倍ということで、ほぼマクロレンズに近いところまでアップに撮れるレンズということで、花を撮るために持ってきました。とはいえ、後ろにある花はですね、これはいわゆるキバナコスモスに見えるんですが、まだ8月の半ばということで、キバナコスモスではなくてですね、これね、特定外来植物かな、あまり良くないらしいんですけども、オオキンゲイキクという菊らしいんですね。このオレンジ色の花、すごく繁殖力が強くって、まあ、非常に危険とされているわけですけども、この江戸川の土手のところにこうやってもうのさばってしまっている状態ということですので、これをまあ撮ろうということでやってきました。まあ、この 300mm のレフレックスでですね、どのような感じで撮れるかというのを実際撮ってみようと思います。マクロレンズ的に撮ってみようということで、最短撮影距離92センチ 0.92 メーターのところにピントリングを置いておくわけですね。これで鼻に向けてカメラをセットしようとしているわけですが、なかなかピントが来ないですね。これでカメラを前後していけば、どこかでピントが合うというふうに考えたわけですけども、92センチ、なかなかね、頭の中で描いているようにはいかないところがありますね。これでどうだろう、あのあたりの花で合わないだろうか、よいしょ。あ、だんだん寄ってくると92センチになるんじゃないかなという感じになってきましたね。もしかしたら花一つ丸々入るんじゃないかなというところなんですけども、どうでしょう、まだ時間かかりそうですね。このレンズの向いてる先のこの花か、この花からレンズ、そしてカメラのセンサー位置、ここまでが92センチということで、まあ結構距離はある感じがするんですが、これで今ピントが来ている状態ということですね。このレンズ F7.1 とかなり暗めのレンズではあるんですが、今感度を ISO2500 ですね、ここまで上げることで400分の1秒というシャッタースピードにできています。まあ今現在ですね、ミラーレス、感度をある程度上げても撮影ができるから成立しているレンズということが言えるのかもしれません。昔のね、感度、そうですね、1600を超えるとザラザラになっちゃうよという頃のカメラだったら、なかなか厳しいところがあったかなということなんですけども、今風で結構揺れている中でも、これでタイミングを見れば十分撮れるということですね。カメラの位置をですね、低めに構えるわけですね。そうするとオレンジの花の後ろにオレンジ色が来るという状態にできますから、そうなるとこういう風にいっぱい花があるという表現ができるわけです。このオオキンゲイキクのすごくはびこってしまうという現状を表す写真にできるんではないかなと思うわけですね。それで揺れているとなかなかね、この構図を決めて花がちゃんと入っているところを見てシャッターを押すというのが大変なんですけども、反面動画で撮影をすると面白いのではないかという感じもしますね。それでは実際にこの ZV-E10 で動画で表現するとどうなるかというのを見ていきましょう。これは ZV-E10 での動画ですね。今ピントリングが最短撮影距離92センチのところからだんだん遠くの方にピントリングが回っていくという状態です。オレンジの世界からだんだん花の姿が出てきましたね。これでたくさん花が写っている姿となりましたが、だいたい4メーター先ぐらいの花を捉えているという感じです。そしてここからピントリングをさらに回していくと、奥の花にピントが写っていきます。この辺りで今10メーター先の花を撮ってるというところですね。これはこれで面白いんじゃないか。そしてさらに先を狙っていくと、はい、この辺りで20メーター先の花とい
ということで、黄金迎賓符が何重にも重なっている、幾重にも重なっているというところで、こういった表現ができるわけですね。まあ、次に動画じゃなくて写真でも撮ってみようと思うわけですが、写真で撮るときはやはり拡大機能というのを使ってしっかりピント合わせをするということが大事ですね。こういった具合で、はい、前ボケ後ボケがある中で花を撮ると非常に面白い表現ができますね。はい、オレンジ色の花が揺れているところからだん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 ピント送りをしていくと、奥の土手の道のところにピントが合うということで、こういった、はい、ピント送りを楽しむということもできますね。空がやや真っ白になってしまうのは残念なんですが、これどうでしょう。シャッタースピードを早めていくと空の色はある程度出るんだけど、多分大きい景色が暗くなりすぎますね。日陰じゃなくて日なたの時だったら、ここではこういった表現も使えるんではないかなと思ったわけですが、残念ながら今手前と奥の明るさがだいぶ違うようですね。ということはどちらかというと逆光方向だったんですね。順光方向というかね、光の向きを意識をすると、今125分の1秒の ISO250 ですね、 F7.1 というところでオレンジの花が色が出てきましたし、空の青色も出ているという状況を作ることができました。こうやって光の方向を見ながらレンズの向きを変えてみるということも必要ですね。今全く先ほどと逆の方向にすることで、こうやってオレンジの花と青空両方が入っている状況ということにできました。これで動画表現をするとどうなるかというのを実際にやってみましょう。はい、これは ZV-10 の動画ですね。手前に左上のところに実際は葉っぱがあるんですけども、風が止んでちょっと入ってきてません。これにだん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 ピントリングを奥の方にピントが合うようにしていくと、この辺りか、この辺りでだいたい20メーター先の花ということですね。結構な大きさで撮れます。やっぱり300ミリで 1.5 倍、450ミリ相当ということですのでね、かなりの大きさに映るということがわかります。で、その奥のこの花がやはりレフレックスレンズのドーナツボケの影響でちょっと変わったボケ身になっているのがわかりますね。そしてピントリングを回していって奥の方にピントを送ってくると、こんな感じで手前の花がボケて奥にピントがあった様子というふうにもなります。これでだいたい50メーター先ということになりますね。さらにこの画面の中央にあるのが月ですね。半月ぐらいの月といった感じでしょうか。ZV-10 の画面で見ると、ほら、このぐらいの大きさで映ってくるということで、やはりね、300mm、 1.5 倍で 450mm 相当ということで、月とか太陽を撮るのには非常に有利ということがわかりますね。これを動画表現で撮るとどうなるかということもやってみようと思います。はい、今動画で表現をしてみようということで月を入れました。 ZV-10 の場合は動画モードにすると手ぶれの補正が入ったりとかいう関係で、一回り画面が大きくなる、映るという感じになりますね。ここからピントリングをだん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 振っていくと、近距離に回していくと、手前の花のどこかにピントが合うというはずなんですが、なかなかピントが合わないか。はい。あ、左側になんとなく花がいるのがわかりましたね。こんな具合で、ピントを移動して表現をしてみました。今回はトキナーの SZ300mm プロレフレックス MFCF のレンズを使って真っ黒い木で花を撮影するというのをやってみました。長望遠になりますからね、例えば月にレンズを向けようということになるとなかなか大変だったりするんですが、一度向けてしまえば三脚で固定しておくとね、ちゃんと構図を決めて撮影することもできます。ただ月の場合はね、時間が経つとどん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 ずれてきますから、そういった注意も必要かもしれません。田原栄一のこのチャンネルではこのようにトキナーレンズを使った実践ということも動画で紹介していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。